はい、こんにちは、116インズです。なんか気がついたら今年はもう8月も中旬になっていて、あまり季節感が全くないんですけれども、まあ例年であれば夏といえば日本では甲子園が開かれて、まあ、非常に盛り上がっているところだと思うんですが、実はアメリカにも似たようなイベントがあるんですね。それがリトルリーグワールドシリーズと言われまして、まあ、文字通りリトルリーグの世界一を決める大会なんですね。で、こちら毎年リトルリーグ発祥の地であるペンシルベニア州ウィリアムスポートで開催されている大会でして、アメリカの各地方の代表のリトルリーグと、それから世界各国の代表のリトルリーグが一堂に会して世界一を決めるような大会なんですね。でも初戦はリトルリーグ、まあ、少年野球でしょと思う方もいるかもしれないんですけれども、結構盛り上がるイベントでして、まあ、ESPN で全米で中継されますし、まあ、日本の甲子園ほど、まあ、全国が盛り上がるイベントかと言われると、まあ、そうではないかもしれないんですが、野球ファンの中でも大変人気のあるイベントなんですね。ただ残念ながら今年の大会はコロナの影響で中止となってしまったんですが、来年は開催すると中止の際に発表もありましたので、まあ、来年の大会を楽しみに待ちたいなと思っています。で、リトルリーグの世界大会ということもあって、結構ですね、ここからプロ選手が誕生することも多いんですね。現役選手の中でも出場経験のある選手、まあ、たくさんいまして、例えばドジャースのコーディ・ベリンジャーですとか、あとはメッツのマイケル・コンフォルトなど、リトルリーグワールドシリーズに出場して、まあ、今メジャーリーガーとして活躍している選手もいますし、また NPB の中にも、全員を調べたわけではないんですけれども、日本ハムの清宮幸太郎選手ですとか、松本剛選手なども出場経験のある選手たちですよね。特に清宮選手はリトルリーグ時代からかなり注目されていた選手でしたし、アメリカの選手たちと比べてもひときわ大きな存在でしたので、こういった子が将来プロになるんだろうなと思っていましたが、まあ、実際本当にプロになりましたよね。野球の上手い子は本当に目立ちますし、まあ、もちろん子供の頃上手いからといってみんながみんなプロ野球選手になれるかといったら話は別だと思うんですが、まあ、やっぱりプロ野球選手になる人っていうのは子供の頃からやっぱりずば抜けた存在の人たちが多いのかなと思いますね。現在テキサスレンジャースで活躍するトッド・フレイジャーも、実はリトルリーグワールドシリーズに出場したことのある現役選手の一人なんですね。1998年ニュージャージー州のトムズ・リバー・イースト・リトルリーグでプレーしていたフレイジャーは、まあ、そのリトルリーグの中でも特に傑出した存在の選手でして、まあ、ポジションはショートとピッチャーという花形選手として活躍していまして、チームもワールドシリーズでは無敗、決勝戦では日本の茨城県鹿嶋市の代表のチームと対戦したんですが、この試合でフレイジャーは先頭打者ホームランを含む4打数4安打、さらにマウンドに上がりまして最後のアウトを三振で締め、チームは優勝。フレイジャーはバッティングのみならずピッチャーとしても優勝投手となったわけで、いかに少年時代のフレイジャーがスター選手だったのかっていうところが、まあ、この決勝戦の活躍からもわかるかと思います。見事世界一となったトムズ・リバー・イースト・リトルリーグはその優勝を祝し、地元ニューヨークでプレーするヤンキースからヤンキースタジアムへ招待されるんですね。この年の9月1日に行われたアスレチックス戦でチーム全員がヤンキースタジアムへ招待されまして、リトルリーグワールドシリーズを制覇したことが紹介されるとともに、さらに嬉しいことにチームの選手たちは憧れのヤンキースの選手たちとそれぞれのポジションで国歌斉唱するというご褒美も与えられました。で、ここで思い出してほしいんですけれども、フレイジャーはショートを守っていた選手でしたので、まあ、この当時のヤンキースのショートといえばあのデレック・ジーターなわけなんですね。なのでフレイジャーは少年時代、まあ、こちらの写真の通りなんですが、ジーターと国歌斉唱をするという野球少年にとっては夢のような出来事が起きているんですね。ただフレイジャーはこの当時どうもポール・オニールの大ファンだったらしいですけどね。ジーターに会えたことよりもオニールに会えたことの方がどうも嬉しかったようですが、ただジーターの試合前の準備などを見て自分も将来こんな選手になりたいという気持ちを抱いたようですね。その気持ちを胸に抱いたまま野球を続けたフレイジャーはその後ラトガーズ大学に進学し、まあ、ここでも活躍した後に2007年のドラフト1巡目指名全体34位でシンシナティレッズから指名を受けます。このドラフト指名によってついに彼はジーターと同じ舞台に進むことができました。数年間マイナーでプレーした後2011年に MLB デビューを果たしたフレイジャーは2012年から本格的に MLB に定着、12年13年と2年連続で19ホーマーを放ちまして、迎えた2014年は打撃面がさらに一段とレベルアップしました。前半戦からホームランを量産し19ホーマーとこれまでの1シーズンのホームラン数を前半戦だけで打ってしまったんですね。この活躍もありましてフレイジャーは MLB 4年目にして初めてのオールスターにも選出されました。そしてこの初めてのオールスターの舞台で素敵な再会が待っていました。2014年はくしくもジーターの現役最後の年だったんですね。そういったこともあってかジーターはファン投票でオールスターに選出されまして、この結果ジーターとフレイジャーは
16年ぶりに MLB のオールスターの舞台で再会することとなったんですね。なんというかもうドラマみたいな話ですよね。ジーターからすれば16年前隣に立っていた少年が自分と同じメジャーリーグにたどり着いて、でさらに同じ年のオールスターに選ばれて再会するというのは、まあなかなかそうある話ではないですよね。でこの話のさらにいいところとしては、フレイジャーの初めてのオールスターがジーターの最後のオールスターだったというところですよね。まあなんとも運命的な巡り合わせと言いますか、このタイミングでしか彼らがオールスターで同じ舞台に立つことはなかったでしょうから、運命のいたずらというのは本当にあるんだなと思ってしまいますね。フレイジャー自身もこの年のオールスターでのインタビューで、98年にジーターと出会って、そしてこうして今彼と同じオールスター、それもジーターの最後のオールスターで一緒の舞台に立てるということはとてもすごいことだと語っているものがありましたので、まあ、フレイジャーにとってもやはりこのオールスターというのは一生忘れられない初めてのオールスターになったのかなと思いますね。そしてフレイジャーは2016年以降はチームを転々としながらプレーする状態が続いていますね。で面白いのが2017年の途中からヤンキースに加入しているんですね。ここまでジーターと被るのかと思ってしまうんですけれども、まあ、ジーターと同じ時期にヤンキースでプレーすることは叶わなかったんですが、ジーターが着たピンストライプをフレイジャーも身にまとった時期があるんですね。本当にフレイジャーの野球人生というのは、まあ、野球少年の夢を詰め込んだような野球人生ですよね。リトルリーグ時代はスター選手として活躍して、ワールドシリーズまで進んで、でワールドシリーズの決勝戦では先頭打者ホームランを含む4打数4安打、さらにピッチャーとしては自分で最後三振に切って優勝を決めて世界一になって、でそのおかげでヤンキースタジアムに呼ばれて、ジーターと一緒に国歌斉唱するという機会を得て、でその後大学でも大活躍してドラフト1位でプロに進んで、オールスター選手になって、少年時代に出会ったジーターと再会するなんてストーリーは漫画でも正直やりすぎって言われそうなぐらいの野球人生ですよね。まあフレイジャーほどここまでうまくいく野球人生っていうのはそうなかなかないとは思いますが、来年それから未来のリトルリーグワールドシリーズからこういったフレイジャーのような話を再び聞けることを楽しみにしています。ということで今回の動画は以上としたいと思います。また今後もですね、MLBに関する話題を皆様にご提供できればと思いますので、よければチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。